ホンラムシャフルはイラン南西部のフーゼスターン州にある港湾都市アーバーダーンの北1 0トルに位置するシャッタルアラブ川にカールーン川が合流してくる近辺の右岸に位置する日本の公文書ではホラムシャハルと呼ばれるかつてはムハンマラという使命だった古代においては現在のホンラムシャフルの地域はペルシャ湾の海底であったその後 カールウン川が形成する湿地帯となった。ダイラム人の部イフ長の君主、アデドゥッタウラは、シャッタルアラブ川とカールウン川を結ぶ運河の掘削を命じた。町が形成されたのは遅く、1812年である。カールウン川に蒸気船の運行が開始された。町は港に作られた赤土の取り出から、ムハンマラと呼ばれた。1930年代以降、 地名が再検討され、ホンラムシャフルと改められた。イラン・イラク戦争が始まる前は、ホンラムシャフルは人口22万人とイランでも最も急成長した都市となり、主要な港湾都市となっていた。アーバーダーンとともに、イランの富裕層が集まり、様々な国から来た人々が行き交う国際都市となっていた。1976年6月には日本が、 当地に総領事館を設置することを定めて、翌1977年1月に総領事館が開設された。1979年にイラン革命が起こると、フーゼスターン州には反革命勢力が集まり、イラクと結んで、ホンラムシャフルで爆弾テロを繰り返した。そしてイランイラク戦争が始まるとホンラムシャフルは、両軍の最初の激戦地となった。 1980年10月26日、ホンラムシャフルは、イラク軍に占領され11月10日には、完全に支配下に置かれた。市民は脱出し、イラク兵を除けば、ゴーストタウンと化し、1982年に、イラン軍が、フーゼスターン州を奪回する、ベートルイコールモガッダス作戦を発動するまで、イラク軍の占領状態が続いた。 同年4月24日に開始されたイラン軍のホンラムシャフル奪回はホンラムシャフル解放戦を参照されたい。イラン・イラク戦争末期にはホンラムシャフルはサッターム・フ戦イによって徹底的に破壊された。フーゼスターン州のアフバーズやアーバーダーンも破壊されたが最前線のホンラムシャフルほど廃墟となった街はない。そのためホンラムシャフルは現在でもイランにおいて 英雄的な街とされている。今日でも戦争の爪痕は深く残っているが、以前ほどの活況はないものの石油産業が再び起こっている。ありがとうございます。